じゃあやってきますね。よろしくお願いします。左の方が辛い？うん、辛いです。うん、左。左だね。うん。右はそんなじゃないです。うん。すごいな。痛いって。腰もすごいね。本当ですか？うん。腰は実感ない？ないです、全然。腰かなりやってるよ。本当ですか？これはすごいな。腰って何で使います？腰は、まあ、基本家事全般は腰痛めるよ。台所に立っても結局、うん、全てその人に合ってる高さじゃないし、うん、絶対腰曲げて作業するから、うん、あとは子供いる人なんかだと子供抱っこするだけでも疲れるし。あ、そうなんですか。効くでしょ、うん、うん、来る。腰辛いっていうか腰硬い人は、うん、いや全部も硬いから。あ、そう。首周りメインで、大丈夫です。結構がっつりやらないと効かないかな。12月にアロマドに来たんですよ。あ、去年のね。はい。このこれつらいやん。
かんない。これ効くでしょ、うん、リッツの人こう押してじーっとしてるとね、うん、じわーっと効いてくるから、うん、なんか、うん、だんだん来ますよ。こういう押し方は多分そんなに味合わないと思う、うんうんうん、5ヶ月ぶりぐらいか、うん、マッサージね、うんうん、これも心地いいでしょ、うん、これこれ、左の方が効く、うん、頭がすげえ効くよ、うん、やばい、Thank you.
状態。平均、うん、大丈夫、はい、こりゃ辛いな。頭痛とか起きる？あんまり起きない。目の疲れとかある人はここが効くんだよ。目最近めっちゃ疲れるんですよ。コンタクトだっけ？うん、そうです。目が悪くてコンタクト、はい、こうさないと首結構すっきりしないんだよ。コリの芯が、うThank you.